このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、8割靴下猫の長毛さん。ゆっくり遊んでトライアル決定ということでですね、この子がシンフォニーちゃんって言いますよ。5歳の女の子なんですね。長毛さんなんで大きく見えるんですけれども、ちょっと小柄かなと思いますよ。で、ね、すごくおっとりさんなんですよね。隣来てほしいなと思うんですけれども、今はまったりしたいかな。シンフォニーちゃん、尻尾が短くて可愛いですよね。お、黒猫の福くんだね。ハチワレのジョーくんも来てくれたよ。遊びたい？どうしたんでしょうかね。まったりしてますけれども、おもちゃを見せてみたいと思いますよ。お、なんか一瞬手前出そうになったんですけれども、すぐには遊ばないね。スイッチが入るのがゆっくりしてる子なんかなという気はするんですけれども、あ、またジョー君来てくれたよ。あ、でもすぐに他のところに興味いってますね。まだまだ子猫ちゃんなんでね、ジョー君はね、好奇心旺盛ですよ。で、実はですね、シンフォニーちゃんっていうのはすでにトライアルには出発してるんですよね。で、編集段階ではまだね、正式譲渡にはなってなかったんですけれども、まあぼちぼちとね、正式譲渡になるかなと思うんですよね。すごくおっとりしてて可愛い子ですからね。で、おもちゃでもね、遊んでくれる子なんですよ。なかなかね、優雅に遊んでくれるんですよね。ただね、かなりマイペースな子ですよ。後ろの方ではみたらしちゃんがいてますね。みたらしちゃんもマイペースな子なんでね、なかなか2人で遊ぶっていうことはないかもしれないんですけれども、どうでしょうか。ソファーの上で振ってみましょうかね。どうでしょうか。あ、来てくれましたね。遊ぶね。ちょいちょいしてるよ。ただね、すぐに遊びをやめちゃうんですよね。遊ぶのは好きな子やと思うんですけれども、隣に座ってみました。どうでしょうか。トントントンってやっておりますけれども、あ、ちょっと尻尾がビクビクなってるな。ひょっとしたらね、トントン苦手かもしらんな。距離取られちゃいましたもんね。あ、でもおもちゃには反応してるよね。猫パンチしてますよね。走ってくれたりとかしてくれると嬉しいんやけども、あ、まだ戻ったね。ええやないか。こう丸々ボディの子がね、遊んでくれるのは嬉しいよ。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。激しくはないですよね、遊び方が。お、月くんが泣いておりますわ。この日来たばっかりということでね、まだケージからは出られないんですけれどもね、すごくね、泣いてアピールする子ですよ。あれ、もう遊べへん。別のおもちゃをね、見せてみたんですけれども、さあ、このピンポン玉はどうかな。あんまりどう。無反応。普通に座っちゃいましたね。ということで撫でていこうかな。綺麗なハチワレちゃんだね。このモフモフしたところもいいやんか。あら、ヒゲがすごいピーンと張り出しておりますよ。ひょっとしたらまた遊びたいんかな。獲物と距離を測るためにね、ヒゲを前に張り出したりとかしてね、情報収集するみたいなんですけれどもね。だからほんま撫でるよりも遊んだ方がいいかもしれないんですが、あ、ヒゲが元に戻っちゃいましたね。このお手手かわいいやんか。後ろ足もちょいちょい。あ、やっぱ後ろ足の方が嫌がりますよね。あ、ええ顔してる。美人さんだね、君は。秘密棒マッサージも好きですか。顔を近づけてみましたよ。そしてお腹もふもふ。それはちょっと嫌やったかな。あ、でもお腹もふもふしても怒んないね。ほんと穏やかな子やんか。シンフォニーちゃんが家にいたらもうめちゃくちゃ癒されるんじゃないかなと思いますよね。もうそばにいてくれるだけでいいって、そんな感じがしますけれども。で、ちょっとたまにね、遊んでくれるっていうのがいいかなと思いますよね。さあ、もうちょっと遊ぼうか。ちょいちょい。横になって遊ぶんじゃないこれ、ひょっとして。どうですか？遊ばへん？
あ、みたらしちゃんが来てた？ひょっとしたらね、みたらしちゃんが来たんでね、あの遊ぶのやめたんかもしれないんですけれども、近づいてきましたよね。このマイペースな二人って感じがするんですけれども、ちょっと見つめ合ってますよ。遊ばないか。あ、どっか行っちゃうか。あ、ね、反応しましたよね、やっぱりね。やっぱね、順番待ちしたんかなと思うんですけれども、みたらしちゃんはトイレですね。まふまふまふ。ちょっとイカ耳なってるかな。あ、ね、猫パンチはしないね。ほんとええ子やわ。ん、遊ぶかな。ん、お腹踏んでるよ。あ、じゃ、取れた。遊ぶ？一応見てはくれてるんやけど。あ、猫パンチしたよ。もう急に遊ぶね、君は。ちょいちょいして。こうやって抑え込むのが好きなんかな、ひょっとしたら。走り回ったりとかはしないか。まあ、ちょいちょい可愛いやんかね。あんまり激しく振らない方が遊んでくれる気がするな、この子は。で、カミカミしてるよ。返してください。うん、返、すぐ返してくれるのはいいよね。みたらしちゃんがいてる。遊ばへんかな、この子は。反応はするんやけど、ほんとゆっくりやね。ちょい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 。よ、てなでなでお腹まふまふ。長毛さんということでですね、ブラッシングをしようかなと思うんですけれどもね。さあ、あ、降りてきた、近づいてきたよ。ね、小走りで来ましたよ。ひょっとして撫でられて嬉しかったんかな。ブラッシングどう？あ、前に行っちゃった。あ、あんま好きじゃないんかな。福くんがふんふん匂っておりますけれども。あ、シンフォニーちゃんも匂っておりますね。あ、どっか行っちゃうか。それにしても福くんかなりデカなりましたよね。ちょっと前までね、子猫ちゃんで紹介しとったんですけれどもね。シンフォニーちゃんどこ行くんかな。あ、隙間入っちゃったね。お尻タンタンタン。あー、やっぱどっか行っちゃうか。行っちゃいましたね。撫でられるのがいいんやろね、普通に。首の後ろマッサージとかね。かわいいわ、ほんと。撫で放題やもんね、この子もね。おもちゃでもね、遊んでくれるし。まあ、これだけ可愛い子ですのでね、トライアルはきっとうまくいくと思います。皆様いかがだったでしょうか。シンフォニーちゃんはとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。